じゃあまた不規則な、日程でですね、まあまあちょっとこっちの動画を撮るのも宿泊してて、ね、また3連戦、まあ、3連戦ではないんですけども試合を振り返るということで、まあ、台風がということで、またなんか週末台風が襲うということで、まあ、中止になるゲームもあり、これ中止になって日程が変わると非常にこうやりくりというものが変わってきて、こうなんかちょっと順位に影響しそうな、まあ、感じもしてくるんですよね。これは後で説明しますけども、でここに来て連敗かという、おいもったいないぞみたいな、頑張れみたいな、そんなチームもあったということで、あっという間にまたこう順位が変動していくというね、まあそういう3連戦でしたけども、まあ3日間だな、3連戦というよりも3日間でした。それでまずセ・リーグからで勝ち越したチームが赤、負け越してるチーム、まあ勝敗を分けたチームは黒にしてあります。ね、まあ、ヤクルトから、まあ、ヤクルトの方は、まあ、マジックが4ということでになったんですね。まあ、そんなにバタバタすることはないけども、これは先発ピッチャーに非常に困ってるという、昨日でも山下というルーキーが、まあ、ここに来てやっと投げたんですけども、まあ、非常に素質的には素晴らしいものがあり、まあ、魅力を感じるんですけども、この時期にやっぱ先発をしなきゃいけないというヤクルトのその先発事情が非常に苦しいんだろうなっていうのが伺い知れるという、まあ東京ドーム、バンテリン神宮というふうに、まあもう3日間で3試合違うところで全部やるわけですけども、まあ4対5中日は6対2で勝ちで、神宮に戻ってきて高橋宏斗に1安打に抑えられ、まああとはつながれて負けたという、まあその1安打もピッチャーが打ってるだけで、まあ野手が打ててないで、村上もまあ若干やっぱり意識が強くなってきてるのか、56号にちょっとブレーキになってるかなという、まあただ存在感威圧感そういうものは非常にあるんだけども、やっぱ早くそこを超えていかないと、なんかこうチーム全体が重く感じるようにちょっとヤクルトはなってきました。だからまあコロナの影響で先発ピッチャーがちょっと離脱してる中、まあ非常にマジックが出て、まあ数は少ないと言っても、だから非常に苦しみを味わってるなというような、そんな感じがした、まあ3試合でしたね。で DeNA、甲子園、あよく勝ちましたね、これはね、9回まで、負けてたんだけども、うん、岩崎から、まあ、連打連打で、まあ、ひっくり返して勝ったという、まあ、非常に勢いを感じるような攻撃がね、まあ、あったりだとか、まあ、次の日には、まあ、巨人に、1対2で敗れるという、で昨日のバッティングが次の日に生きないというね。まあ、しかし、ピッチャーがしっかり抑えれば、昨日なんかは3対0で、まあ、石田が非常に良かったのと、まあ、8回ノーアウト満塁、伊勢が、エスコバーが抑えきれずに出てきて、それを中田をライトフライ、岡本三振、中島、代打中島をセカンドフライというね、まあ、見事な、ジャイアンツの勢いを止める、まあ、ピッチングを見せてくれたという。ただ巨人の方は、まあ、そういう裏返しに言えばそういうところをものにしていかないとなかなかね勝っていけないし、まあ、連勝というのが止まったんだけども、まあ、中田のバッティングがちょっともったいなかったなっていうね、ヒットはその日、まあ、昨日なんだけども出てなかったけど感じはすごく良かった。でノーアウト満塁ということで後ろにつなごうとしたのかな、まあ、ライトの方向右方向に、打っていってたんだけども、あそこはやっぱこう今の打線の中でやっぱ一番頼れる中田だから、あそこは思いっきりフルスイングで応えてほしかったなっていうね、伊勢に対して、まあ、そういうところが非常に昨日のジャイアンツっていうのは、ね、もったいなかったし、ただ伊勢のピッチングっていうのは圧巻だったというね、まあ、そういう試合でしたけども、ワンアウト満塁で、まあ、DeNA の攻撃でね、で三塁ランナー楠本、セカンドランナー佐野で、ライトに打ち上げるんだけども、関根、代打関根がライトに打ち上げるんだけども、
ライトに入ってた若林が、まあ、2対0のビハインドで3塁に投げるんだよね。まあ楽勝に1点をタッチアップで取られるというシーンがあったんだけど、やっぱゲーム展開だとかいろんなことを考えると、やっぱあそこはホームに3点目を阻止するような返球を見せてほしかったなっていうね、少しちょっと残念な、こんな1点簡単にやってもいいのっていうような、まあただその DeNA の方はそういうところで、まあ、無駄なく追加点を上げていったということで、まあ昨日の試合は3対0でね、勝つことができましたね。だけど、まあ、ちょっと考え方がもうこの時期だし、その1点の重みっていうのはやっぱやってる選手たちっていうのはすごく感じてやってると思うしね。だからそこら辺の守り方っていうのを、まあ、徹底して指示を出しておかないと、まあこういうミスが起こるっていうかね、まあサードランナー楠本、セカンドランナー佐野っていうことを考えると、両方タッチアップ行くと佐野を殺したくなるんだけども、だけど佐野はおとりでこの1点を大事に取りに行ってるだけで、やっぱバックホームをしてほしかったなっていうようなね、まあそんな感じがします。はい、で巨人、まあ2勝1敗で勝ち越しましたね。5対4、まあ、ヤクルトに勝つというね、まあホームランも打ったりとかいろいろしましたけども、で横浜に第1で勝ち、昨日のゲーム、昨日のゲームは今説明した通りに、ただもうジャイアンツも負けれないような状況で、まあ、いるので、まあその判断力、まあそういうのが問われるなというね、ことが言えで、広島は、3対5甲子園で10対4で昨日はゲームなしというね。まあ、中日に、まあ、延長で岡林に、まあ、打たれるんだけども、これがもったいなかったね。まあ、3対3の同点のままずっと延長に入っていってたんだけども、まあ、それを勝つか負けるかはもう天と地との差があって、だから非常にこうこの1敗っていうのはすごくもったいなかったというね。まあ、中日も意地を見せたということなんだけども、ただそのこの1勝というのは、甲子園で、まあ、勝つというね、うん、まあ、10対4、まあ、この試合も岩貞がバーンと取られて、まあ、一気に勝負を決められるという、まあ、ことなんですよね。阪神これ連敗してるけども、ほぼほぼ勝ってるチーム、勝ってる試合をこうリリーフ陣もう本当に終盤に逆転されたりだとか点を取られて、負けてるという、だから阪神らしからぬ試合が非常に続いてる。今までは中継ぎ、先発ピッチャーが中継ぎに渡したらほぼほぼ安定して勝ってくれてたんだけど、ここに来て両左腕、岩崎、岩貞という左のピッチャーがやられてるということからすると、まあ、ちょっと疲れなのかもわからないけども、ちょっと考えた方がいいね、このローテーションというか、そのどこで投げさせるということを少しやっぱちょっと阪神は考えた方がいいし、ここに来て4連敗ということは非常に痛い。これまあ順位表に通り並んでるんだけど、もう3位にずっと我慢していたのが一気に5位に落ちるというね、非常に怖い。中日、まあ、中日はなんか台風の目になってきてるというか、やっぱピッチャーがいいだけに、まあ、競り合いに強くなってきてるというかね、まあそんな感じがします。で立浪監督が選手の交代を主審に告げないというねことがここ最近頻繁に起こってるので、まあ、そこら辺はちょっと注意してください。で高橋宏斗、やっぱ素晴らしい、投げてるボールも強いし、まあ、変化球も切れるという、でおまけにコントロールがいいというね、だから今やもう本当に一番力の持ってる、まあ、セ・リーグの中ではピッチャーかもわからない、そのぐらいに成長してきてるというね。だから中日は本当に投手陣が安定してきてる。だから、まあ、これは後で言いますけども、残り試合とかいろいろ考えたら、まあ、こういうチームが当たるわけですよね、中日に。そうした時に非常に苦しむだろうなっていうことが、まあ、ちょっと伺い知れるという、まあ、そういうセ・リーグでした。でパ・リーグはね、もう本当試合が
この3日間は少なくて、まあ、ソフトバンクが、まあ、勝ち越した、まあ、オリックスが1勝1敗、まあ、こういうふうな成績になってきてるんだけども、まあ、ソフトバンクのこの1勝というのは日本ハムで、まあ、石川がやっぱりこう好投して、ノーヒットでずっといってるんだけども、まあ、ポーンと打たれてフォアボールを出した時点ですぐスッと変える、まあ、ここら辺のその変え方なんていうのは非常にキレがあって、ああ判断早いなっていうような、まあ、その中で、まあ、経験値が高い森っていうのが控えてて、まあ、抑えをやってたピッチャーだからもう百戦錬磨というピッチャーがね中に入って投げてるわけだけども、非常にやっぱ経験値が高いなっていうようなね、まあ、力も戻ってきてるし、まあ、頼りになるなという選手がやっぱりいっぱいいるし、まあ、この試合でもその主力というところが活躍して、まあ、勝利をもぎ取る。ただしモイネロとデスパイネがちょっと離脱、まあ、試合がなかったから1試合しかね、まあ、助かったといえば助かったし、でも戻ってくるかもわからないし戻ってこれないかもわからない、これはまだちょっと次の試合を見てみなきゃわからないんだけども、まあ、この2人がいないっていうことは試合数を考えると非常に苦しいだろうなっていう。ただその中で藤井というのがねこの試合ではセーブをつけたんだけど、やっぱ力がある。まあソフトバンクはその中継ぎにしたっていいピッチャーがいるなという感じを受けたんだけども、やっぱりこっからもう肝の部分に入っていくんで、やっぱモイネロが帰ってくるか帰ってこないかは非常にこう大きいなっていうふうに考えてます。で、オリックス ZOZO マリンでは6対3、勝ったんだけども、昨日の試合5対13ボロ負けしましたね。ただその中でオリックスの方は、まあ、5対13というのは山岡が初回に4点を取られ、まあ、相手は美馬が非常に安定している中で、まあ、最初から4点を取られるともうちょっと勝負にならないかなっていうような感じで見てたんだけど、ただやっぱりこう山口に3本ホームラン打たれるとか、まあ、このゲームは無理して勝ちにいかなかったなっていうことは言えても、非常にこの負けいっぱいっていうのは大きく、まあ、響いてますね。ただしこう5点を取った、攻撃、まあ、何点差あろうともこう食らいついていったこう姿勢というのは非常に変えるなという感じがします。でまだまだ全然諦めてないし、もちろん諦めるような数字でもないしね、ゲーム差とかだから非常にいい感じで来てることは来てる。ピッチャーが結局ゲームを作れるか作れないか、もうそこだけですね。で楽天この1敗、まあ西武とのこう4連戦で、まあ4連戦目が、高橋コーナーと滝中だったかな、投げ合いで、まあ高橋コーナーが非常に良くて、まあ西武も非常にまあこう一緒に喋るけども苦労してたんだけども、やっぱりエースだよね。エースがやっぱこうきっちり連敗を止めてくれたという、まあ、それと高橋コーナーのインタビューの中で今日は全球種非常に状態が良かったという、まあ、そうなってくるとなかなかやっぱり楽天もやっぱ打てない。ただその楽天は西武に勝ち越したために、まあ、非常に A クラスっていうのが近づいてるというね、まあ、そんな感じがします。でロッテ、まあ、ロッテはここに来て、まあ、安田が良かったり山口が良かったりちょっと遅いんだよね。まあ、高部は安定してるし、でこの15点オリックスから取るんだけども、その中で角中がねスリーラン打ったりだとか、ちょっと遅いなって、この時期かよっていう風に、ただただまだまだここまではまだ多少のね可能性はあるけども、まあちょっと遅いようなねそんな気がしますね。はい、日本ハム、まあ、頑張ってくれというようなことなんですが、まあ順位表をねちょっとこうなってます。で、まあ、ヤクルトがマジック4ね、DeNA6 で追ってるけど、まあほぼほぼやっぱ苦しいかなという。ただその CS 争い、
A クラスにどこの3チームどこが入るのか、まあこの順位表が終わった後にちょっと説明しますけども、まあ崖っぷちの阪神、もう本当崖っぷちに来てますね。明日広島との直接対決がある。それに負けたらほぼほぼもう終わっちゃうという。だから明日は絶対勝たなきゃいけない。大瀬良と才木の投げ合い、これをどっちが勝つかによってまた巨人も非常に有利になったり不利になったりする。だから広島が勝てばやっぱ巨人も負けるわけにいかないし、でも阪神が勝てばまだちょっと巨人に数字的な余裕が生まれるというね。まあ敵を見ながら戦うのっていうのは非常にやりにくいとは思うけども、だけどまあこの3チームどこが A クラスになるのかね。でソフトバンクマジック7、休んでる時にオリックスが負けてマジックが減りました1つね。で 0.5 ゲーム差で続いて楽天で、西武はもう崖っぷちで、もう負けれないで、試合数も残ってない。だからこの残り試合を全勝しないとちょっと厳しいかなということで、見えてきた優勝ソフトバンクね。今日のあの昨日か昨日のオリックスの1敗でまあちょっとほぼほぼ見えてきたかなということで、まあ優勝はセ・リーグの場合はまあヤクルトもほぼほぼ優勝するだろうということで、まあセ・リーグ CS ライン9月22日まあ時点、まあ頭角はおそらくヤクルトと DeNA で3位争い、まあこうなってますね。残り5試合、残り4試合ずつ広島阪神で、 DeNA2 つに巨人、中日が3つ、それで5つです。で広島はヤクルト、タイガース、 DeNA に1個ずつ、あドラゴンズか、ドラゴンズに1個ずつね。で阪神は残り、ヤクルトとカープに残ってる。ヤクルトが3試合でね、これ話していくとこう中日に3つ残ってるのが、まあ明日はまあいいとしても土日に大野、多分小笠原が来るんじゃないかなっていう、まあ、予想を立ててるんですね。でバンテリンでやるんで相当苦しくなるという、まあホームランが出ない球場だし、まあホームランで勝つチームが巨人で、いいピッチャーを当ててくるとすればなかなかこう接戦になるかなという。で接戦になった時に、中継ぎ勝負になった時に、じゃあどっちの中継ぎがいいかっていうと、やっぱ中日に少し軍配が上がるかなということ、まあ、それと広島は、まあ、タイガースとの直接対決、まあ今日ですよね、今日直接対決があるわけだけども、ここを勝つか負けるかによって随分違ってくるのと、日程的にちょっといいのはヤクルトとの2試合が残ってる。これがもう本当に最後の最後なんだよね。だからヤクルトが優勝を決めてるという状態で当たるということは、主力を休ませる可能性もあるし、まあこれは可能性だからわからないんだけども、可能性もあるし、戦力的にはちょっと落とすかなという。ただその投げてないピッチャーを投げさすということも考えられるし、でもそうだな、こう最後に当たるっていうことが少し有利なような気もする。でこのライン、まあ阪神はねヤクルトに3つ、カープに1つ、まあ、まあ阪神も同じことが言えるんだけども、まあ大体巨人が3勝2敗でいけば広島は3勝1敗でいかなきゃいけないと。で阪神も3勝1敗でいくとちょっともう落ちるという。だから阪神はもう絶対負けられないということだよね、まあ、数字的には。まあ対戦成績、対戦相手からもしてもこう4勝0敗でいかないと4割9分3厘にならない。これがいっぱい負けなしで来るともう追いつかないという阪神は。だからまあ大体ここら辺のライン、3勝2敗3勝1敗で来るかなと思ったら、
やっぱ阪神はもう前いっぱいもできないということなんですよね、この数字的に並ぶとすると。ただあとは対戦成績だとかそういうことも加味して、まあジャイアンツが有利だけども、この中日戦、明日からの今日からの中日戦をどう乗り切っていくか、まあここが一つのポイントですね。うん、はい。でパリーグ優勝ライン9月22日時点、ソフトバンクとオリックスで、楽天は外しました。でなぜ外したかというと、9勝0敗全勝でいかない限りちょっと無理です。で残りがソフトバンクが9で、イーグルスに2つ、まあオリックスもイーグルスに3つだから、全勝でいくしかない楽天は。ただ数字的には可能性はある。ただ9連勝ができるかなっていうね、この時期に。でソフトバンクもオリックスも大エースを千賀だとか、まあオリックスの山本だとかそういうのを持ってて、まあ全勝っていうのはちょっと苦しいんじゃないかと思って優勝ラインからちょっと外したんだけども、さあオリックスは昨日の1敗でもう負けれない。ソフトバンクの方は3敗できるという数字なんですね。ただし6勝はしなきゃいけない。で5勝4敗オリックスが4-0負けて、もうあと残り試合4試合を負けなかったとしたら6勝するしかない、ソフトバンクはね。ただ6勝するって9勝のうち6勝するって非常に苦しいですよ。で5勝4敗でいった場合にはオリックスが負けなかったらオリックスが優勝するという、だからマジックが7というふうに点灯してるんだけども、これはねまだまだわからない。非常にパ・リーグの方の優勝争いも、まあ昨日オリックスが1敗したことでソフトバンクがやや楽にはなったけども、ただやっぱ勝たなきゃいけないことが残ってるんで非常に苦しいと思いますよ。だからまあオリックスの方はもう山本、宮城、田島、この3枚でぐるぐる回していくのかなっていうような、で4試合をこうそういうピッチャーで賄っていくのかなというね。だからオリックスはもう負けた時点で、まあ、3勝1敗になった時点で、まあ、非常に苦しくなるというね、だからまあ残り4つを全部勝たなきゃいけないという、楽天とロッテにね、まあ、こういうことになってます。まあ順位表も見ましたけども、まだまだね、これ人によく聞かれるんですよ、どうなるんですかみたいな、わからない。ただし数字を見るとやっぱどこが有利なのかっていうのが非常にわかるし、まあ数字通りにいかないのがまあ勝負事だしね。ただそのやっぱライン的には巨人が有利だし、ソフトバンクが有利だと。ただ広島のその勢いというか、そのバッティングの状態っていうのも非常にいいんで、だから広島にもチャンスがあるというね。阪神は今日負けたら、まあ、ちょっともう苦しくなるなっていうような、まあ、そういう CS ラインであり、まあ、オリックスの方はもう1敗もできないというね、そういう22日時点の現時点ではそういうことが言えると思います。またお楽しみに。